チャンネル登録してくれますか。はい、か家で答えてください。はい、というわけで今回もディールを飲みながらデッドバイデイライトをやっていくだけの動画なんですけど、今回は先日の動画のコメント欄でリクエストをいただいたので全力疾走についてお話ししたいと思います。まず基本的なところから説明するんですけど、全力疾走はメグトーマスの固有パークで、いわゆるダッシュ系パークとか移動系パークと言われるものの一つなんですけど、3秒間 1.5 倍の速さで走ることができるという効果のパークです。キラーは三角様のようですね。すごく珍しいですね。全力疾走の使用後は40秒間の疲労状態になります。日本語化されていなかった DVD の最初期からあるパークなので、英語名のスプリントバーストを略してスプバという人が多いです。上級者の間で最も採用率の高い疲労系パークはおそらくデッドハードじゃないかなと思うんですけど、デッドハードって正直使うのすごく難しいんですよね。 6.1.0 アップデートで無敵時間と瞬時の加速がなくなって特に扱いにくくなったと個人的には思います。キラーの攻撃に合わせてタイミングよく発動させなければいけない。デッドハードに比べると全力疾走を走り始めると勝手に発動するので、初心者の人にまずおすすめしたい疲労系パークです。ちなみに僕は 6.1.0 アップデート以前はデッドハード以外の疲労系パークを使う人って頭の悪い人なんだなと思って見てたんですけど、多分これ三角様来てますけど無理やり修理しちゃいましょう。ここで全力疾走を使って距離を離します。ティアみたいに空振りをしてくれるとさらに距離が離せるので大成功ですね。さっきの続きですけど、僕は 6.1.0 アップデート後はデッドハードは依然としてすごく強いパークですけど、他の疲労系パークを使っても全然いいと思えるぐらいにはデッドハードは使いにくくなったんじゃないかと思います。まあ疲労系パークは一通り使ってみて一番使いやすいと思ったものを使えばいいんじゃないかなと思いますね。これ知りました。すみません。やっぱり生きてました。三角様って普段全然マッチしないので正直チェイスどうやればいいか全然わからないんですけど、地獄の場って当てるのめちゃくちゃ難しいんですよね。ミオノもミスしてくれたお金で当たらなかったんですけど、ベテランの三角様だったら僕とっくの前にダウンしてます。先ほどから言っているデッドハードは上手に使うことができればすごく強いパークなんですけど、使うタイミングが悪くて失敗したりキラーにデッドハードを読まれてしまったりすることも多いので、全力疾走の方が確実に距離を離せると思うんですよね。じゃあなんで僕があえてデッドハードを使うかというと、最大の理由はダースやブライトなどのいわゆる強キラーに対して強いからですね。攻撃するタイミングが読みやすいキラーにはデッドハードが決まりやすいのでチェイス時間を伸ばせることが多いんですよね。移動系パークは大ヒットっていうゴミカークとせいぜいキラーをスタンさせるアーカイブの時に活躍するぐらいの真っ向勝負っていうネタパークを除けば基本的にどれも採用しても良い強力なものが多いんですけど、どれも一長一短っていう感じなんですよね。さっきからチェイスがグダグダすぎたのと世のミスはさすがにひどいので、これは確定です。なんか味方の近くに飛ばされてました。というわけでここからは全力疾走の強いものを紹介したいと思うんですけど、全力疾走はとにかくどのマップでも確実に使うことができるのがいいですよね。例えばスマートな着地はシェルター打つみたいなマップだとほとんど発動できませんし、しなやかはリデオ食肉工場みたいな窓の比較的少ないマットではなかなか発動できず腐ることもあります。全力疾走は基本的にいつでもどこでも発動できるのでマットを選ばないんですよね。特に近くにいた山窓のない発電機を修理するときは全力疾走があれば確実に京都寺やいた山窓まで逃げることができるのですごく強かったりします。カニバルみたいなワンパンケーキラー相手には特に場所を選ばず全力疾走で一定の距離を離せるのは強いです。デッドハードは負傷していないと使用できないし、中井作のワンパンケーキラーには無意味ですからね。あとは細かいものなんですけど、全力疾走は救助された直後にも発動するので標準で発動する10秒間の迅速効果と重複してものすごい速さで安全な場所まで移動したりできますし、最近追加されたカークとの組み合わせで言えばケースキャンプしているキラーの横を全力疾走で駆け抜けて安心感を入れたりするのも強力です。発動条件がどこにないので発電機を修理した後耐久ギリギリの味方の救助に向かう時とか全力疾走のお金で間に合うみたいなこともよくあります。
先日 TTB でテストしていた不滅の標準能力化が、もしオンサーバーでも実装されたら、不滅で起き上がった直後に無条件で発動できるのは全力疾走ぐらいなので、そういう意味でも今後使用率が上がる可能性はありますよね。これだって万能で優秀なパックなのに、全力疾走の採用率がそんなに高くない理由を僕なりに考えてみたんですけど、多分このパークって発動させたくない状況で発動してしまって、発動したい時に疲労状態になっていて発動できないみたいなことが頻発するんですよね。走ることを制限されているように感じてしまって、それがストレスで全力疾走はちょっとっていう人が多いんだと思います。スマートな着地やしなやかのように特定のアクションをトリガーにして好きなタイミングで発動するということが難しく、暴発しやすいパークなので、疲労管理も含めてちょっと難しく感じる人も多いんだと思います。あとは、クワマオルモの旧マインドブレーカーに特に弱いっていうところとか、ナースやブライトのような狂気ラーに対してそれほど強くないという部分ですかね。ちなみに、モバイルバオは特に暴発して意図せず走ってしまいやすいので、全力疾走は使いにくいと思います。最後に全力疾走を使う際の個人的なおすすめパークを紹介するんですけど、これは圧倒的にネズの番ですね。疲労状態が 30% 早く回復するので、本来40秒の疲労が28秒に短縮されて、全力疾走の発動回数が飛躍的に上がりますし、近くにいる味方にも効果があって、フワテに忘却とか無防備みたいなデバフ効果も 30% 早く回復するので、霊障や天秤みたいな額に対するカウンターになります。あとは最近強化された身軽で足跡を早く消したり、疲労管理のために歩く機会も増えるので、自己認識、低執着心で歩く速度を上げるのも結構快適です。発進感や不滅とも相性がいいと思いますね。というわけで、今日は全力疾走について話してみたんですけど、先ほども言ったように疲労系パークは本当に好みが分かれるので、自分に合ったものを使えばいいと思います。ただ、デッドハード一択みたいな時代がもう終わったのかなと個人的には思っているので、他もいろんな疲労系パークを使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。こんな使い方があるよとか、皆さんのおすすめの疲労系パークとか、このパークとの相性もいいよみたいな情報があったら、コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またいろんなパークをテーマに動画を投稿したいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。採用できるかどうかはわかりませんが、話してほしいテーマとか、動画のリクエストがあったら参考にさせていただきたいので、ぜひコメント欄でお願いします。